よし、クラフトワールド。さあ、ということでやっていきましょう。前回ね、このポチとマグマの海で、ポチをマグマに沈めたんですけど、めちゃくちゃサイコパスみたいなこと言ってるんですけど、実際にそうなんですよ。なので、なんとも言えないんですが、続きをプレイしていこうと思います。で、今回はこちら。お空の上のふわふわボール。原宿でめっちゃウケそう。これもう作ろう？商品化しよう、俺が。マシュマロをふわふわって見立てて、マシュマロのボール状にして作ろう。ねえ、最高でしょ。絶対売れるわ。とりあえずやっていきましょう。嘘だろ。え、兵法にそんなことまでやらせんの。マジ過労死するよ、本当に兵法が。いや本当に。何あれ、息吹いてんのか。なんだこいつは。ん、何これ、何これ、乗ったけってこと。あーすげえ。ごめんなさいね、本当に。上をちょっと行きますよ、僕は。うわ、このマップ難しいぞ、てか、普通に。あと、めちゃくちゃさ、あれ、見逃しそう。フラワー。大丈夫かな？また右か。いやー、お前、微妙なとこに来んな。絶対美味しくないね、しかもこれ。あ、待って、これ。上じゃないといけないのか。で、こっち。いくよ、当てるよ。あー、ただの10枚か。フラワーが欲しいんだよな、俺今。よし、もう行っちゃう、一気に。多分大丈夫でしょ、まだないでしょ。待て、何これ、え、まさか。進化するんだ。いや、退化してるな。羽取れて退化してるな。まあ、そういうのもあるんだね。とりあえず卵もらってこう。よし。今、兵法いたよね。もうらいい。お、いるいるいる。俺は見逃さないよ。ほら、よっしゃー。これが1枚目か、ラッキー。見逃しなかったんだね、意外と。あの1枚取りたかった。よし、回復。ヨッシーってさ、回復じゃなくて、あのコインはさ、吸い込めないんだっけ。多分吸い込めないんだよね。うん、吸い込めないよね。うん、あ、何ここは。また難易度の高そうな、難易度の高そうな、これ。あ、ある、下に。大丈夫、これでも。やべやべ、びっくりした。待て、あぶねえ。では、これは右か、これ右か。あー、こっちか。うっ、届け、ちょ、届かない、マジで。あ、やばい、待って、やばい、ちょっと、どうしよう、みんな。いや、ギリギリ耐えろ。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃん、ちくしょう。コウメ太夫出ちゃった、俺の中の。え、なに、マジで。ヨッシーって耐えれんだ、意外と。ギリギリあれで戻ってこれんだね、知らんかったわ。卵ちょっと生成しつつ。めっちゃ悔しい。だから上行かなきゃいけないってことでしょ、結局。2個くらいあったらいいか。え、全然鳥が来てない。仕事しろ。あっぶね。ヘイホー、あんなに仕事してんのにこの鳥全然仕事しねえじゃん。よし、もらっていく。で、もらっていく。うわー、時間制限ちゃん来たー。あの前のやつ怖えな。ちょっと倒しとくか、さっき。あー、そういうパターン。はい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 。おい、ちょっとちょ持ってる場合じゃないって。待て待て待て。オッケー、ラッキー、取れた取れた。ちょっとだいぶ操作にも手慣れてきてる感あるね。あ、待って、上取りたい。あれ、なんかありそうじゃない。俺は見逃さないよ。でか、これ。給料高いんだろうな、この、これをあげてる兵法ちゃんは。そういうとこ気にしちゃうから。頑張ってる。同じ子なんだね。太い兵法とかでもないんだね。なるほど。あ、やばい、怖い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 。なんだこいつら、本当に。あ、待って、あ、待って。くそ。おお、こんなとこに。あー、10コインか。また時間制限系だよ。なんだこれ。あ、そういうこと。これだ。これ簡単だな。俺は怖い顔の中から、その優しい顔の人を見つけるのが得意なんだ、本当に。よし。ありがて。もう結構体力、ダメージ食らってるからな、今。あ、これ鳥小屋ってことかな。だからこんな、いって。こんな下がなんかモフモフしてるのかな。なんだこいつら。待てよ。しっかり。やべ。やべやべ、死ぬ死ぬ。あー。お、出てきた。
やったマジでラッキー。今奇跡の見つけ方したくない？やっぱある時あるんだね。しっかりマップ行かないといけないね。で、何その痙攣みたいなの。なんか今鳥痙攣したけど。待って危ね。ちょっと待って、余裕が全然ない。あーマジか、こんなところで。え、めっちゃ難しいじゃんこれ。何？あー何これ、風船丸け。全然違うとこ投げてる。2個目待てよ、間に合うか、間に合う。うわ惜しい。いや今のはちょっと厳しいよ本当に。落ちたらダメっていうのもあるからさ、相当難しい。難易度高めだぞ。あいつ食べて。うわまたいっぱいいるわこれ。何ここ、いて、ダメージの食らい方が異常。ここマジハート出てきてほしい本当に、頼む。うわーコインか、コインはマジでいらねえなって。次ダメージ食らったら死ぬからね。集中していこうマジで。待てよ、うわーまだ鳥だよ。しかも鳥の上行こう、もう落ち着いて。体力回復できるまでは鳥の上落ち着いていこう。あ全然落ち着けない。よしで上だよ上だよ上だよ。よし怖いな、あっぶね。でこっちでいいんだよね。すごいコースだなこれ本当に。普通に難易度高くねえか、こんな難易度上げる必要あんの。えマジでちょっとこれ、よし、やっぱ対象年齢迷子なんだよな結局。いやほんとよくわかんないんだよ。たまにめっちゃ難しいコースとかあるしね普通に。あいやいや終わったか。いや結構最後の方取れなかったよね、ハートじゃなくてフラワー。毎回間違えんな。あ後ろにフラワー4つあるじゃん、これカウントされないの、これされないなきっとな。あーはーはー、あー3つも取れてないんだ、全然分かんなかった3つ正直。でも41個ストックあるからね。でこれであれだよね、新しいまたワールドだよね。よし、ちょっとガチャ見てくか。久しぶりに。お着替えするか。マウンテンランドのガチャ。あ、すごいレア。このさ、毎回引く前に見えちゃうのどうかなって思うけどね、すごいレアとかが。コイン入れる。あ、一回だけ無料なんだ。まあ、無料では土石金は当たんないし。だよね。でも赤色？赤色って別に珍しくないのかな。あ、一応紙吹雪は飛んだけど。何が出るかな。かわいいアホウムシ、レアだって一応。かわいいじゃん。ちょっともうちょっとだけ聞こう。お金2000もあるんだろ。9回がマックスなんだ。じゃもう9回引いちゃうわ。はい、廃人、廃人確定。おーおー来たー。全部から。いやいやもう確定の演出じゃん、その喜び。絶対出るじゃん。アホウムシの巣。リンゴジュースパック、いいね。金気になるな、でもさっきのやつか。ゴールデンインフォ、ゴールデンインフォいいじゃん。ミラクルソーダキャップ。これ何？溶岩風呂。ド M の極み。UFO。10個入ってるんだね、じゃあここには。ガチャのアイテムは。溶岩風呂ちょっと着てみるか。せっかくだし。集めといたらなんかいいことあったりすんのかな？多分ないよね、きっと。すごい。それでよくそんな笑顔で入れるわ。コンプリート。コンプリートしたらなんかあんの？なんもない。コンプリートっていうだけ。よし。忍者ランドか。こっちか。こっち何枚ですか？10個。ちょ、待てよ。あげちゃうか。忍者ランドじゃな、うん、こっち、なんだっけ、こっちなんだっけ、見てなかったけど、こっちの方行こう、先に。順番にね。よし。ありがとう、銀が出たよ。同じセリフしか言わないんだよな。おー、かっけえ、今の開き方。ようこそ、フォレストランド。いいね。僕、森地系実況者って昔言われてたから。僕にぴったりだ、ほんとに。どっちが重い？どんぐり広場。いいね。あーもうこっちも10個だったんだね。まあこれで先にこのクリスタル取って、クリスタルってかっこよく言っちゃったの、ビーズ取って、で忍者ランド次。あ、いやでもこっちから攻めたいね。
奥から攻めようか。まあいいや、とりあえず行きます。どんぐり広場、どっちが重い？ちょっとなんか頭使う系かな。そういうわけでもないかな。やべえ、俺もう完全にハマってるヨッシーに。めちゃくちゃに楽しい。よっしー、めっちゃ転がる。どんぐりにもなれるの？何今の、これ何？あ、ペロンできない。いって、ペロンできねえし。あー、はなちゃん当てれる？あ、やべえ、怒っちゃった。やべえ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 、怖っ。あ、怒らせない方がよかった。あ、ごめん、また怒らせちゃった。すぐに怒らせちゃった。日陰で休んでてね。よし。お、ありがたいな、これは。まあ、とりあえず怒らせてもついてくるわけじゃなさそうだから。あ、今、救った方がよかったな。これは何？なんかあるよね、奥に。関係ない。あ、なんだこれ。1コンボ。あ、やっぱあれなんかすんのかな。関係ないっぽいぞ。なんだこれ。は？はなちゃん怖っ。あれ？右行けたりする？行けないよね。あ、ここ道か。あ、なんだ、道あるんだ。びっくりした。なんか投げてなんかすんのかなと思ったけど。とりあえず、これちょっと食べて。どんな気持ちなのかな、兵法って。出荷される気持ちなのかな、これって。よし。で、これ食べたら上がるパターンでしょ。だよね。で、ここに、待てよ。あ、待てよ。これちょっと難しい。で、ここの BGM 良すぎ？あー、これ、あれだな。この上からしっかりやれるパターンだな。よし。で、で、あ、え、上がれない。あ、こういうことか。なるほどね。結構強引に行くんだね。いや、待てよ。乗れた。で、降りると。上。おお。すげえ、コイン降ってきた。卵1個。いらなー。またどんぐりか。どっちが重いって。ああ、そういうことか。え？ここかな？こっちでいいのかな？で、左上に行く感じか。やばっ。あ、待てよ。あれや。あ、当たんなかった。ハートは取っとこう。このゲーム結構ハート大切だから。普通に死ぬとき死ぬからな。よし。いや、BGM マジで噛みすぎたんだけど。最高。一生聞いてられる。いやー、これまた寝落ち者が続出するぞ。これなんだ？見てみる？おお、そんなところにあった。でもこれあれ持ってこなきゃ無理だね。持ってはこれないもんね。だから上からなんか持ってくんのかな。あれ違うっぽい。違うっぽいな。あれ、うん、どうしたらいいんだろう一体。こうやって、いや、すぐ帰っちゃうよね。あれマジで。おー、関係ない、関係ないな。いや、バウンドか、バウンドさせんのか、どっかに。あ、そのパターンありそうだな。あ、惜しい惜しい。やった、そういうことか。なるほどね。あ、ごめんなさい、怒っちゃった。で、怒らせんのありだな。あー、ダメ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 。ごめん、無限ループ始まってたじゃん今。怒らせの無限ループが。あ、待って、これでも花ちゃん使ったら上上がれるかも。花ちゃんもっと怒って。そう、上に上に。あ、マジか。本当にそうじゃん。花ちゃん使って上上がるパターンじゃん。でもやべえ、マグマのこのせっかくのレアが耐久度がなくなってる。待てよ花ちゃん、もうちょっと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 俺に協力して。もうちょっと怒って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 、もうちょっと怒って。ここへ一回乗ればいいか。オッケー、完璧。よし、2枚目向かったね。ごめんね、怒らせちゃって。でも意外とすぐなんていうの、怒るのなくなるから。はなちゃんってやっぱ優しいんだよ実は。俺怖い人だとばっかり思ってた。
人じゃねえな。どう考えても食べて食べいった。ちょっと待って、これ上に勝手に上がっていくパターン。あ、待って、それはやばい。もうくっそー、今のはないな、マジで帰ってこないんだけど。帰ってきて帰ってきて帰ってきて。俺ね、ちょっと待って、あのね、絶対なんかあると思ったの、この上に。あ、ないんだ、なんも。なんか怪しいじゃん、明らかに。こことかも絶対なんかあるって思ったんだけど、ただのコインだけなの？あ、マジか。ちょっと一個も、うわ、マジか、一個もない状態ではこれ怖いな。できる限り、あ、一個だけで絶対いけないよね、奥のやつ、なんか、奥の何かを知るパターンでしょ、きっとこれ。待てよ。出てこないんだよな、ヘイホーがこういう時に。いらない時いつもいっぱいいんのに。ちょっと、マジでいないの？他のコインか、どっかない、いないか。ちょっと相当来ちゃったんだけど。あ、こっから奪ってくか。奪ってくって言い方も良くないけど。ちょっと待ってよ、すごい奥まで来ちゃう。あ、やべ、あれ2人消えちゃう。あー、もったいね。あー、でもここでいいや、どっちみち。よし、じゃあ戻りまーす。ここまで戻った人いんのかな。いや、いっぱいいるか。あー、この登山はなかなか大変。よし、よし、やべ、待てよ、落ち着いて。よし、さあ行きましょう。こう、なるほどね、真ん中ね。めっちゃ簡単じゃん。オッケー、動かれるときついわ。よし、すっきりした。あぶね、この間行く必要もないんだけど。よし、でこっちにももう一個時間制限のやつあったから、これも取るけど。だよね、やっぱりリンゴ系だよね。待てよ、待てよ、間に合うか。あぶな、ギリギリ、絶対間に合わないと思った今俺。え、一個飛ばしてる、マジで。え、さっきの間にあったの、どっか。あー、あのプレゼントか、後ろの。待てよ、あ、違う、うわ、わかんねえ、わかんねえやつ来た、マジで。これ取り逃してると思わなかったな、このマップ。まあでもこれはもうしゃあないな。よし、早めに当てとく。あ、やった、ハート1だ。あ、でもあれ消えんじゃね。あ、爆？よし、消える前に、あはは、消えちゃった、じゃあな。なんか下行けそうなとこあったよね。なにこれ、なにこの装置、ねえ、なにこの装置。え、なんなの一体。ちょっと待って待って待って。あー、なんか作るパターンか。はいはいはい、上にあるんだね。 OK です。で俺ここにどんぐりを、これまた上に行く感じだと思うんだけど、いや普通にこっちでいいよな。今普通にこっちでさ、こうやって上に上がるじゃん。あ、1個あったわ、そういうことか。これ逆だね、多分こっちで。あ、1個あった、よし、先に上から攻めていくか。あ、あったね、欲しい。よし、ん、なにこれ、あ、あ、なに、え、なになに、なに、怖い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 、なにこれ。そんな立体的なマップできんだ、このゲーム初めてじゃん、今みたいな感じの。で、あと下のやつか。あ、そうか、これ食べなきゃ無理ってことね。で、どこか。よし、3つともゲット。さあ、では行きましょう。一体何なんだろう、これは。バス停か、バス停ってこと。何やってんの、よしーちゃん。全然違う方向に投げてたけど、今バスが来んのこれで。ヨッシーの顔よ。
口の中にどんぐり入れたままちょっとえ、なになに、あ、来た来た、かわいい待ってる姿。あー、開けてくれるって。おー、すげえ、やば、やばすぎでしょ。アトムのあの博士みたいになってんだけど。うわ、ハトバスだ、絶対ハトバスだこれ。あ、待てよ、開けない、これ落ちたらやばそうだから、ちょっともう大人にちょっとよ。あ、絶対取る。あ、え、投げれない、あれ、なんだこれ、口、なにこれ、どうした。あー、なんか投げれなかった、これ出すことしかできないんだ。うわ、最悪じゃん。どんぐりだからだ、きっとやられた。こんなどんぐりなんていらねえのに。実際フラワーの方が欲しいのに。これはやられたわ。え、ゴールかい、しかもかわいい、しかもなくなるんかい、口の中からゴールしたら。直前まであったぞ。普通にだからあれだね、卵つけてた方がいいってことだね。うーん、なるほど、3つか、36個。まあまあまあ、まだいいでしょ。でも本当になくなりそうだね、これちゃんと取っていかないとね。一番惨めじゃない、なくなってさ、取りに行くの。砂もアスレチック、面白そう。アスレチックコースか、どんな感じの、どんな感じの展開なんだろう。来た。あー、え、誰誰誰誰、わかんねえ。あー、それ靴玉あんな、サルもいんな、なんか。お、やった、かわいい。あ、あ、めっちゃ逃げるパターンっぽい。あ、めっちゃ逃げるパターンっぽいな。あ、きれい、食べれた絶対食べれないキャラかと思ったけど食べれた、普通に。いいのかな、食べて。あ、それで上行くってこと。面白い。よし、あー、猿食ってたんだ今。よし、なんか怪しい空間ではあるけど関係ないんだ。これ別に割らなくていい。何、何今食べた？これあれだよね、普通に、なんていうの、種ってことだよね。ああ、あいつが生まれてくるんだ。人類の神秘を見たら。あ、マジか。ちょ、急いで上がって、すぐ撃つから。え、全然見れなくなっちゃった。これ、あ、割れるんだ。なんでこうやってやって、で行くよ、絶対いくよ。よいしょー、オッケー、1枚目でしょ、やった、最高、最高の気分、最高にハイだよ本当に。あ、別にそういう危ないものやってないからね。何やってんの猿、何やってんの君は。あ、こんなとこに、あ、待って、猿飲み込んでたの忘れてた。猿に猿当てて、あ、猿が水の中に、あ、だね、あー、ただ怖いんだ。何でも奪ってくんだ、あの猿。まあでもくれるからいいな、種くれるから。種ってか卵、ヨッシーの卵を出せる猿って一体何なの。え、あ、いけんだ、マジか、かわいい、これめっちゃかわいいじゃん、すごい、いい、いろんなアクションあるんだね。またくす玉だ、玉アスレチック、なんか紛れてんぞ、見逃すとこだ。ダメなのか、あ、ダメなのか、水、そうか、水ダメなんだ、怪しい。なんともできん、食べれないしよ。なんか怪しいけどなんもない。ちょっとでも水に使ったらダメなんだね。あー、これ時間制限のやつ、あ、これやばくね、瀕死じゃん俺もう。投げるやつもなくなっちゃったし。じゃあ時間制限もいけない、どうしよう今この絶望、絶望的状況。じゃあ一旦奥行くか。ダメ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 、急いで急いで急いで、ギリセーフ。あ、いた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 、とりあえず開けよう。あ、やっぱりで、食べる、4つ、これで4つ。
でも一回でも食らったら死ぬからね。マジか、ここに来て。うわー、もう絶対死にたくなかった。さあ帰ってまいりました。やるよ。あー、そういうパターンか。当てて、あ全然出てこねえ。待って、あと2発、ちょっと間に合わなくね。あ、いた。間に合わなくね。え、間に合わなくね。ちょっと間に合わねえんだけど。え、なにこれ、足りねえじゃん結局。マジか。あー、ここ上割っとくべきだったのかな、もしかして。そしたら卵出てきて、その卵先に取っとくべきだったのかな、もしかして。うわ、めっちゃ出てきた。まあ、マジか、そういうパターンだったのかな。わかんねえ。普通にその身の回りのやつ全部取ったんだけどね。身の回りっていうのもおかしいけど、恨みだ。よし、怪しい。あ、猿か。ダメしかった。あ、待てよ、危ねえ。猿、お前に任務を与えよう。取ってこい。よし、よくやった。あ、これ右か。危ねえ。結構取り逃してるってことだよね、だから。うわー、また時間パターンね。はいはい、お好きです、僕は時間パターンが。こう、コイン取り系ね。よし、待てよ待てよ待てよ。あと2個。やったやった。うわー、でもめっちゃ取り逃してんな、マジで。まだ3つしか取れてないよ。最後にかけては全て取りたい、本当に。よし、間に合わない。 OK、しっかり見てけ。何ここ。うわ、猿大量発生パターンだ。あー、もうわかんねえや。あー、もうわかんねえやつ来た。ちょっと、ちょっと、自分の草のやつどうすんの。よし、しっかりやる。落ちたら終わるからね。 OK。 で、おい、そっち行くんだ。え、どっち、右上、左上か。普通にやめろ、猿の分際でやめろ。よし、あー、やっと回復ってか、チェックポイント。まあそれはいいんだけどさ、全然フラワーないんですけど。うわ、すごっ、食べるんだ、めっちゃ。割ってってもいいけどね、一体一体。なんだ、道が減って感じか。なんかこの割れてないってことか、怪しくない。これ怖くていけねえ。下まで行ってくれんだ。砂間からなんかフラワー出てこないかな。あ、やべ、謎のダメージ食っちゃった。あー、先に倒しとく、あいつ。待てよ、ここ大丈夫。いや、絶対あると思うんだけど俺、そろそろフラワー。何これ、何このパターン、何そのパターン。あー、マジでかわいい。それに乗って移動したい、ずっと。待てよ、大丈夫だよな。やばくね？勢い重視か。やばい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 。そういうパターンだね、きっと。あー、危ない！まだ続くの？意外と長いね、このマップ。よし。OK。ありがとう。なんだこれ？え、急に何？え、当てんの？え？何？5000？はあ、あ、あれ、くす玉か。おお、すげえ、立体感すげえ。でかっ、こんなでかかったな。おお、ゴール。うわ、粋な演出。あと、お前はどんだけ出すんだ、ほんとに。卵すごいな、こいつ。子だくさんだな、すごい。ビッグダディなんだけど。やったー。でも今回はちょっとコインもあれだったし、いっぱい死んじゃったし、フラワーも取れなかったし、僕の中では全然ダメだったな。次は頑張ろう。ストイック、急にストイック。俺41個。よし、ちょっと今回のパートでさ、ビーズもう一個取りたいなって思ってたんだけど、これちょっと時間的に取れないかもね。毎回ね、30分くらいでやってるんだよね、動画を。ガチャ引いてってもいいけどね。すごいレア、10種類か。まあちょっとお金は、まあ、そんなないことですし、3回くらい引いちゃうか。
金上の方にあるしな、もう絶対出てこないの分かってるしな、あれ。あそこに見えてたらもう絶対出てこないもんね、こういうガチャのシステム的に。それ悔しいよな。バス、わかりやすい。リンゴ、めっちゃわかりやすいよ。くす玉、いいね。着替えてみるか、なんかちょっと、どれが一番いいかな、どれが一番同情させるかな。これにしよう。アホ虫、OK。 じゃあまた新しいマップだよね。OK。 また10枚か、15個か、仕方がない。ビーズがなければ絶対に払わなかったけどな、この15枚は。でもビーズのためだ、仕方ない。元気が出たぞ、よっこらちょっと。ふう、ありがとう。ところで君はどうしてここへ。あれもくす玉後ろ、お尻、それとも、ビーズを探してここまで来たんだ。おいらこの先にある畑で野菜を育ててるんだけど、そこにすごく大きなくす玉がなってるんだ。あ、あれのこと。割ったらビーズが入ってたりしないからねえだろ、普通に考えて。そんなことを、え、あ、え、なにこれ、もう、あ、ここで取れんの。あ、じゃあ今回ビーズ取れそうじゃん、やった。あ、でもボス戦か、フォレストランド。後ろ気をつけて、よしよし、後ろ。まただからそういうパターンでしょ、これ。でもボス戦ちょっと楽しいからな、このゲーム。難易度割と高いけど。またお前らか、目つけてんだ、ちゃんと。でもここに入ってると思う、普通。なんかこのくす玉怪しいですね。もしかしたらビーズが中に入ってるかもでちゅう。僕が割ってみるでちゅう。待って、このさ、ほうきさ、全然はけそうになくね。めちゃくちゃ太いじゃん、一個一個が。何か投げるものを探しに行くでちゅう。坊ちゃま、待ってください。 OK、 今のうちだ。開けちゃい、開けちゃい。割る、割らない、割る。ちょっと、割らないっていう選択肢なんだろう、本当に。びっくりしちゃうんだけど、失礼しちゃうわ、本当に。あー、目があった。あんな感じなんだ。しっかり狙い定めて。入ってない、なんだ。ああ、ヨッシーがくす玉を割ってるでちゅ。ヨッシーちゃん、それは坊ちゃまが割ろうとしていたくす玉ですぞ。絶対許さないでちゅ。ヨッシーちゃんなんてパックンフラワーの大きな口に飲み込まれなっちゃい。あれ、なんか今赤ちゃん言葉になっちゃったな、カメックの言葉が。え、待って、クソくだらない理由で戦うんだけど、ボスと。くす玉割った終わらないで、ビーズ手に入るんだろうね、本当に。わあ、ワクワクさん、今日は何を作るんだい。今日はね、ゴロリー、大きな大きなパックンを作るよみたいな感じかな。くす玉パックン、そのままが過ぎる。あ、もう今始まってます。おお、やった、回復ありがとう。どうやって戦うんだこれ。吸い込める、やべ、吸い込めない。あー、なるほどね、全部吸い込んだ。どうやって戦うんだろう。おー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 、ヘイホーの方がいいね。これ何、自分で割れってことか、これ。あ、危ない。はい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 。あ、疲れてる今。わかんない、戦い方がわかんない。やべえ、ダメージ食らった。戦い方わかんない、マジで。ちょ待てよ、いつだ、チャンスはいつだ。あ、わかった、そういうことか。なるほどね、やっとわかりましたよ。お、
怒ったね。花ちゃんみたいな追い方すんだな。うーら、こっち行く。で、ドゥーラ。よし、すごい気持ち悪いこいつの体転がってんだけど。お、跳ねるね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 。まあ食べなくていいや、マックスあるし。よし、さあさあさあ、はい来て、それよーし。2回目、あと1回かな。だだだだ、奇跡的な浮き方してる。これさすがにきついか。いや、いける。よし、スマートでしょ。これがヨッシーちゃんスタイルだ。どうすんの、どうやって受け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 んだ今の。危ねえ。終わりだ、邪魔、終わりだ、邪魔、終わらせる。よし、やったー。でも B 付に入んないパターンか今回、もしかして。ほうほうほう、あ、こっちか。あ、やったーおい、絶対横取りされんなよ、よし。お前が持って抱きかかえて帰れ。まずインスタにあげよう。まずインスタにあげて、で、抱きかかえて帰ろう。ハッシュタグ、僕が取りました。ほら、もう来たー。もう完全に借金取りみたいな感じ。なんで手が震えんの、そんな。借金取りのごとく来たな、マジで。2個目だよ、やっと。でもこれで、わーお。でまだ元気がないね、太陽。なんだっけ、何でも願い叶える太陽だっけ。やったね、順調だね。でもよーし、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。残すビーズあと3つということで、まあ、順調なのではないでしょうか。これさ、ちょっと待って、飛ばせんのかこれ、左の国。あ、そうだね、次忍者ランド行ったらさ、どっちでも行けるってことか。じゃあ次忍者ランド行きましょう。別にやんなくていいところがあるなら俺はやらない。俺はショートカットをしていくよ、どんどんと。ということで次回忍者ランドをどんどん進んでいこうと思います。はい、日本でいいですね。あ、ここ買っとくか。あ、でも10個なんだ、結構ないね。ということで、もしこの動画楽しんでくれたらぜひ、高評価ボタン押してね。また次回ものんびりやっていきます。では、ポッキーでした。またお会いしましょう。じゃあ、バイバイ。